めっちゃ磨きよる。うおー、プーが掃除している。またカッコつけて。なんでやねん。せっかく磨いてくれているんじゃないか。お前も磨け、むしろ。クイズマはまだもうちょっと先かな。ここかな。もうちょっと先っぽいね。もう一個向こうっぽいね。妖精が何を好きかなんてわからないよ。左の子めっちゃ可愛い。あ、なんかキョトンとした感じの、クリクリした感じの目。あ、可愛い。いいね。顔大事だな。モンスターによっても全然違って見えるもんね。顔が違うけん。お、ダンシングアロー。いいぞいいぞ。やったよ。お、やる気。回復料理、それめぐちゃんにやろう。召し上がれ。回復大事。ごちそうさま。いきますわ、スラッシュ。元気になったところやしね。発射。やったー、とどめ。いいねいいね。勝てたね。おー、そしてプーさんレベルアップ。一気にレベル一緒になった。人間大砲を覚えた。仲間を弾にして敵一匹を撃つ攻撃技。真似しないでね。実際にやってはいけない。それじゃあこれは、じゃあアユラに頑張るぞー。まあ、前の仲間との感覚が結構、あ、でもそっか、結構空いとったはずやのに、こんなにレベル上がってないんやな。わ、大丈夫？顔面、あ笑ってる。みんなのこの笑い方超好き。可愛くない？料理料理。うへぇ。作れって言ってるの。休憩、怪物。休憩行こう。あれ、ちょっとまだね、怪物に挑むには早いかなっていう。あ、お、アユナが飲み物を拾った。どうしよう。ちょっと運試しに飲んでみる？飲みましょう。うはっ。おー、回復。やったね。美味しくいただいた。大体はね、その道端に落ちとるようなペットボトルとか瓶から飲み物を飲むことはないけれど。プーはいつも元気だね。そんなことないよ。昨日よく眠れなくて、あまり声が出ないし。めっちゃ元気。今日も元気だね。お、到着。さあ、それじゃあここで料理をお任せで。両端二人。何あげたんだ今の。なんかあれかな、ラディッシュ的なやつ違う。なんか赤いひょろっとしたものあげよったよね、プーさんに。はい、それじゃゲームコーナーでルーレット。シルクのドレス再びチャレンジ。あ、でも今回は手に入るやろ。で、ゆるーく構えとったら残り半分になりそうな感じも。うわー、ですよね。想像刺身めっちゃギリギリで通り過ぎるっていうこの辛さ。ほい、それじゃあお小遣いは？お、プーさんウッドアーマーいいね。なんかまだ全然さ、メグちゃんが初期のまんまなんやけど。あの、武器も防具も両方。ウッドアーマーを買ってきた。いいやん。もうこれはね、ウッドやけん、茶色一択。さあ、それじゃあ出発していきますか。行きましょう、行きましょう。はい、そしてここで、息抜きがてらのクイズマン。ちょっと待ったー。いつまでも遊び心を忘れない。ご存知、ミスタークイズマン。この影誰の影？今日のクイズはシルエットクイズ。やりますよ、もちろん。
それではレッツクイズ。シルエットクイズ全部で3問さあ行ってみよう。1問目、この人は誰？ゆうかさんだよね。オッケー、やるじゃないか。髪型が他におらんかったけんね。2問目、これキャンディーさんやろ。わかりやすい、めっちゃわかりやすい。いいね。3問目、これはさっちゃん？え、私やったりとかする？あー、よかった。違うかとちょっと思ってしまったよ。お見事。いえいえ、おめでとう。君には参ったよ。これをあげちゃおう。 HP バナナを5本ゲット。余った HP バナナを宿屋に送った。ではまた会おう。お、この先もちょこっとだけ伸びる。待った、あっこにカネピョンおるんやけど。消えるかな。次出てきた時には消えとるかな。行けばよかったかな。でも言うて500ゴールドとかよね。あ、でも500ゴールド貯めるのなかなか大変やけど。トマトマトマト。どうした？歌い出したら止まらない。真っ赤なイラは私の血よ。情熱の果実、トマト。この道歩けば歌いたくなる。トマトの歌、終わり。トマトたくさん落ちてるもんね。落ちてねえわ。落ちてるとしたら、まああれだ、枯れて落ちたとか。もう食べれんよね、大体は。スラッシュ。いいぞ、一発。素晴らしい。しかし、この複数攻撃とかがあればよかったかなって感じ。お、いいとこ見せたい。いいぞいいぞ、避けて。ふう、結構反射神経いいよね。速攻で避けてくれる。発射。素晴らしい。やったー、攻撃力もアップしてね。スラッシュ。いいぞいいぞ、いけ。絶対勝ちましょう。君は死なないからな。すごいでしょ。すごいすごいよ。勝てたか。レベル4、やったね。アイナーレベルアップ。から焼きを覚えた。強く熱した熱いフライパンで敵1匹をぶったたく攻撃技。ゴブリンのハム大量にゲット。僕はと仲良くしよう。そしたら何かしらの恩恵に預かれるかもしれないみたいな。はい、ミノピョンたち。それカネピョンどうなったかな、元気かしら。頑張れメグ。お、いいぞ、踊りましょう。みんなめっちゃ踊りよる。盛り上がってる。いいね、盛り上がり大事よ。お、 MP 回復。 MP 結構少ないんかな、もしかして。何そんなに使った。やったよ。どうせ助っ人なら本当になんか圧倒的に強くあってほしい。と思ってしまう。あー、いいね。やー、やだけに。いきますわ、スラッシュ。いいぞ。ミドピョンにどんだけかかってんだよ。余裕だね。楽勝だった。お、二人がレベルアップ。メグはレベルアップ。プーはレベルアップ。そしてボーナス経験値いただいていきます。もうちょっとレベル上がりそうなんやけどな。
舐めた MP 飴が30個になったので。神の力の目覚め。MP 飴の効果アップ。MP 飴の回復量が25から35になった。ほっほっほっ。MP 飴をたくさん舐めて新たな力が目覚めているとな。MP 飴は不思議なことに、舐めれば舐めるほど効果がアップするのだ。次は40個舐めたらさらにパワーアップするぞ。どんどん舐めなさい。ほっほっほ。はい、仲良し度アップ。仲良し度、好き度。結構気になる。二人は褒めるを覚えた。ほら、倒したよ。うん、すごいね。嬉しくて上機嫌になっちゃう。お。来たんかと思ってやん、仲間。違うんかい。お、なんか話しよる。メグちゃんと私。思い出を熱く語っている。どうした、どうした？深いなぁ。そんな深い感じの話、いいやん。はい、それじゃあ。まずちょっとみんなにご飯かな。はい、お任せで。どうぞ。あー、ダメ。好き嫌い多くないっすか？え、好き嫌い多すぎじゃない？ちょ、人のこと言えないけれども。はい、そしてゲームコーナーで、ルーレット。シルクのドレスが欲しいです。ほい。あ、でも今回は確実に当たりそうな感じ。お、お、あー、ギリギリ違う。ペア旅行券 S クラス。さあ、ということは、誰かな誰かな。はい。ぷーちゃん。一緒に。ああ、そっか、そっか。ぷーちゃん、そうだ。ペア旅行券は金券ショップに売った。そうだ。まだ仲間が増えてないんだ。くわ。無駄遣いしてしまった。つらみ。はい、それじゃあ。お小遣いはどうすか？お、みんないろいろ欲しがってくれるやん。とりあえず、ドーナツフライパン。ここまで来たけんね、またなんか、強くしていかねば。持ちます。表から見たらめっちゃ普通なんやね。はい、そして、和風の扇。洋風な服装なのに。合わない。合わないよ。和服を着てくださいまし。さっきまでの方が絶対良かったね。これなら。おい、そしてペーさん。どんぐりの玉。あげましょう。よし、いいぞ。これを詰めて攻撃するわけだね。手に常に持っとる感じ？さあ。さあ、それじゃあ出発していきましょう。よし、来い。ほい、それじゃあ、ここか。この洞窟か。果汁の洞窟やっけ。はい、進んでいこう。あの浮いとるオレンジは何？あ、これ？あのなんか、山の上に乗っとるやつってことかな。行くか。ゴーゴー。コアにいいとこ見せたい。ね、頑張って。張り切って。大妖精姉ちゃんはこの洞窟にいる。思ったんやけど、何かこのココア頭にリボンついてる？なんでわかるの？なんとなくかな。よし、行きましょう。うん、うん。めっちゃなんか、圧倒されてる。ココアの秘密知りたい。なんで、弱みを握ろうとしている？まさかの。いやー、不気味なのが出てくるよ。私は、雲が嫌いなんだ。あれやね、メグちゃんのセンス、もうちょっと可愛いセンスに変えたいね。お、から焼き。いいね。余裕だね。お、
やった、褒められた、かっこいいって言われたよ。そしてそれを見てさらに張り切るブーさん。いい気分で力が蘇る、蘇る、みなぎる別に力尽きてないわ。楽勝だった。お、レベルアップ。やっぱこうレベル1からになるけど、サクサクレベル上がっていくのは楽しいよね。お、ボーナス経験値ゲット、これプーさんに。はい、レベルアップ。きた。乱射を覚えた。砲弾を連射して複数回攻撃する技。仲間に当たることもあるので注意。仲間には当てないでいただきたいけど。でもこれは役立つやつよね。全部敵に当たればいいのにな。はい、開けます。120ゴールドゲット。よし、ゴーゴーゴー。周りのは飲めるんだろうか。熱いんかな。戦車のレベルを5以上にしよう、達成。姫のレベルを5以上にしよう、達成。キーレベルアップ。何、好きなのかな。二人は手助けを覚えた。手助け、相手の行動で伝っていろいろ効果をアップさせる。お、なんかめっちゃ話やんけど。あ、しかもなんか探してる。まずはメグちゃんと私。昨日あまり眠れなかった。なんで？アイラの猫とかうるさくて。え、ほんと？ごめんね。予想通りってずっと言ってたよ。それメグも言ってたよ。仲良しか。寝言一緒とか聞いたことねえわ。私？はい、じゃあ私とプーさん。めっちゃ磨きおる。うおー、プーが掃除している。またカッコつけて。なんでやねん。せっかく磨いてくれているんじゃないか。お前も磨け、むしろ。ほい、それじゃあ料理を。お任せでー。あーお姫様は満足げだけれども。だけれどもよ。はい、ゲームコーナーでルーレット。紙のエプロン。さあ、来い。私だ、来い。でもこれは確実に来るでしょう。まあね。あー、大丈夫？こんな中で通り過ぎたりせんよね。オッケーオッケー。はい、景品、紙のエプロンゲット。これをアイナに。英字新聞っていうのがまたいいよね。どれがいいかな？なんかこれちょっと良さげな感じ。ちょっと赤っぽい。レトロっぽい感じ。ほい、それじゃあ。お小遣いは？飴だけか。飴はちょっとね、持ってるでしょ。え、持ってるでしょ？持ってるよね。あ、持ってない。プーさんだけ持ってないんや。あ、なるほど。だから欲しいと。大丈夫よ。私が MP 飴持ってるから。いけるいける。MP 飴？MP 振りかけ持ってるからいける。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。